こんにちは、ゼキザップです。今回の動画は前回前々回の続きになっているんですけど、1ヶ月ぶりのツーリングということで、体を慣らすためにご近所ツーリングをやっております。でそのわけで、最初の動画では利根川最上流部の矢木沢ダムに行きまして、でそこから奥利根湯煙街道を通って紅葉で有名なテルハ橋で写真を撮ったり、あとは雨に打たりしながら片品村までやってきました。でこれからね、片品村を出発しまして、目の前にね、青空広がっていますが、天気がいい方向に行こうということで赤城山を目指しております。正直ね、この後のプランが未定だったんで、天候次第で日光に行ってもいいかなと思ってたんですけど、もうね、雲がかかってるとこはいいかなということで、こちらね、赤城山を選びました。それでは左折しまして、園原ダムの横を通って赤城山の北面からアタックしたいと思います。いや、ほんと久しぶりですよね。1年ぶりぐらいになるかもしれないですね。多分去年の夏に東洋のナイアガラと呼ばれている吹割れの滝ですかね、その辺を見るのにこの辺の道を通りましたね。懐かしいですね。ここのトンネルっていうんですかね、それが有名なんですよね、心霊スポットとして。白い衣装の人がとかっていうね、なかなかね、そういうのを見ることはないわけなんですけど、それでもね、空気感の悪さからそういうのが出てるんで、早めにね、ここは通り過ぎまして、山の走行をね、楽しみたいところですね。ということで抜けましたので、ここからはね、楽しくなりますね。とりあえずはあれかな、道の駅っていうのかな、ありますんで、その辺のところから右折していきまして、こっから赤城山の北面アタックやっていきましょう。さあ、ここからね、ひたすら登っていくということで、カブの心臓が頼りということでね、夏なんで、正直期待はしていないんですよね。どんどんね、加速が悪くなっていって速度が落ちているわけですけど、熱だれしたとか制御が入って遅くなったっていうたんびにね、オイルクーラーつけた方がいいと出るわけなんですが、それは十分ね、自分も分かってるんですよ。ただこの遅さをね、楽しんでるんですよね。変ですよね。ただ株ってそういう乗り物ですよね。早くても困るんですよ。このね、必死になってる感じが何とも愛らしいというかね、面白いんですよね。なのでこの登らないね、この感じを楽しみつつ、ギリギリの走りをね、したいと思います。さすがに遅くなってきましたね。この縦溝のところもこのスピードだったら全然怖くないですね。そしてやっぱり赤城山の北面は空いてていいですね。やっぱ南側の方は車とかたくさんいるんですけど、北の方はわざわざ走ろうというところは、そうそういないみたいですね。この速度で走っていても一切車とかね、バイクが、バイクは来るんですけど、車が来ないんで、まったりと登れていいですね。ようやく頂上捉えた感じですかね。視界が一気に開けてきて、OK ですね。この辺から下り基調ということで、無事に登り切りましたね。いやー、よく頑張ってくれましたね。これで一安心です。そして右側に若干大沼が見えるのかな。ちらちらと見えていますが、懐かしいですね。車の時はよく来たんですけど、バイクになってからは、なんか赤城山が近すぎて来なくなっちゃいましたね。ハンターカブに乗ってると本当ね、距離乗っちゃうんですよね。不思議なくらい疲れないんですよ。なので赤城じゃ物足んないんですよね。違う、群馬県内だと物足りなくなっているんで、いや、恐ろしい乗り物ですよね。そして赤城神社の方はちょっとあれですかね、赤い橋は壊しちゃったんですよね。一応それでも写真ぐらいは撮っときますか。じゃあこちらを右折。そしてブレーキの鳴きがね、ちょっと今日は気になりますね。毎日鳴くってわけじゃないんですけど、今日はやたらとブレーキが鳴く日ということで、いやー、ちょっと迷惑ですね。フロントが鳴くんですよね。不思議ですよね。その時の湿度なのか何なのか。おー、やっぱいいっすね。久しぶりに来てみると赤城も綺麗ですね。よし、じゃあ一通り落ち着いたんで、これから赤城山のね、サンダーボルトラインのね、激しいダウンヒルやっていきますか。ということで大沼はね、じっくり見たんで、ここで飯を食うのが正解だったなと思いながら走ってます。ラーツセット持ってくるべきでしたね。いや、失敗しましたね。今度は赤城の大沼でね、ゆっくりしましょうかね。でこちら右折しまして、大沼をね、半周ほどしましたら、角満淵の辺りから小沼の方に行って、そこからサンダーボルトラインで帰っていきます。サンダーボルトラインも
下りは初めてですね。まあ1年2ヶ月ぐらい前ですかね。まあ半休取ってベンリーおじさんと一緒にサンダーボルトの上りをやったのはすごい懐かしいですよね。あの時はね、まあこれぐらいの距離でも満足できたんですけど、いや乗るごとにね距離が伸びていくっていう、まあ、恐ろしさを感じています。さあそれでは左折しまして、これから左側に角満淵があるんですよね。まあ、そこを通り過ぎて小沼の方からサンダーボルトレーンのダウンヒルをやっていきます。まあ多分交通量はないはずなんですけど、万が一車がいたら渋滞するでしょうね。でこちらを右折ですね。多分前の車とかはサンダーボルトラインを走らずに小沼とかその辺で終わるかと思います。多分行く人はねあれなんですよ、 Google に、案内されて行ってしまったっていう後悔する人なんですよね。ということでこちら小沼を通り過ぎてアタックしていきます。まあさすがに車もねいなくなりましたね。まあ当然ですよね、あえてサンダーボルトラインを好んで走るっていう人は少ないかと思いますが、バイクだったらね全然楽しめるんで行きましょうかね。おー、緑のトンネルいいですね。やっぱり夏はねこういった山の中を走るというのが一番涼しいですよね。そしてここから先が下りに入っていくということで、いやいよいよ始まりますね。さあ来ましたね下り。一瞬だけ熊笹のエリアがあるんですけど、まあ、そこから先はね後悔するぐらいね、まあ、くねくねした道を走ることになるんで、いやなんかワクワクしてきましたね。この辺の視界がいいところも一瞬だけなんですよね。そして始まりましたね。ひたすらヘアピンを繰り返すということで、ハンターカブにとっては楽しい道の始まりですね。まあ、この辺改めて思うのは、前傾がきついバイクだとちょっと手首とかね、まあ、なかなか怖いなと思いつつ走ってます。まあ、ハンターカブの場合ねやっぱ姿勢が楽なんで、まあ、こういった下りのね急勾配のところでも、まあ、比較的ね安心して走るのかなということで、上りがスピードが出ないっていうところを除けばね本当万能な乗り物ですよね。そしてこのコーナーの先にあるのが展望台ですね。ちょっとね、雰囲気はあれなんですけど眺めはいいんですよね。今日はすごい晴れてるから遠くまでよく見えるでしょうね。はい、こんな感じでいい感じの景色も見れたんで、まあ、引き続きねサンダーボルトラインから下っていきます。どうしてもやっぱり車はね中々登ってきますね。まあ、よくこの道を選びましたよね。まあ Google のせいだとは思うんですけど、やっぱ自転車ですよねここ通るとしたら。こんな感じでねサイクリストはいるんですけど、車で来てる人はなんかっていう感じの表情してますよね。まあ赤城山をね登るんだったらやっぱりイニシャル D の聖地の方ですよね。まあ、そっちから登った方がいいですよね。普通に楽しめるかと思うんで、サンダーボルトライン、まあ、車で来るのはやめた方がいいですね。ということでサンダーボルトライン終わりまして、赤城神社の方まで出てきましたね。この辺り御神水とかがあったりするんで、まあ、水汲むのも楽しいですよね。でそしてサンダーボルトライン登って大沼でラーツする、まあいい流れですよね。まあそういったこともね、まあ日が短くなったらやりますか。さあそれでは無事今回のツーリングも終了ということで、まあ、280キロですね。まあ、ウォーミングアップというかね体の慣らしにはちょうどいいかなということで、まあ、これから始まるね秋の紅葉シーズンに向けて、まあ、徐々にねまた距離を伸ばしていければいいかなと思います。まあ、距離もね多分9月10月がピークで、まあ、それ以降はね雪が降ったりとか路面凍結とかありますんで、また徐々にね活動範囲も狭まっていくかと思いますが、まあ、いい景色をねこれからもね見ていければいいかなと思ってます。それでは最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。